どうもこんにちは、吉田です。メイン PC のケース交換動画の後半です。前回の動画でメイン PC をバラバラにしてピカピカに掃除しました。今回はこれらの部品を新しいケースに組み込んでいきたいと思います。使用しているパーツの紹介です。マザーボードは AMD Ryzen 用の Gigabyte GAAB350M Gaming 3 です。 B350 チップセットを搭載したマイクロ ATX サイズです。コスパ重視のマザーボードでごくごつく普通のものになります。価格は約 1.2 万円前後。僕はマザーボードなんて何でもいいと思っている派なので、基本安物しか買いません。ライゼンが登場した直後に買ったもので、ギガバイトが好きなのでこれを選んだ感じです。 CPU はマザボに取り付け済みですが、ライゼン7-1700 です。8コア16スレッド 3GHz 駆動です。2000番台のライゼンが登場しているので、今となっては型落ち品ですが、僕にとってはまだまだ無駄にハイスペックすぎます。1800X と悩んだんですが、 1800X には CPU ファンが別売りで、買った当時価格が2万円以上高かったので1700にしました。 CPU クーラーは純正品を使っています。インテルのおまけクーラーと違って静音性が非常に高く、これで十分って感じです。メモリはコルセアの DDR4-3200 動作対応の OC メモリーです。容量は 8GB×2枚で 16GB です。ライゼンはメモリーの速度が重要だというレビュー記事が出ていたので、無駄に高級な OC メモリーを買いました。1年前は今みたいにメモリーがバカ高くなかったので、約 1.9 万円で買えました。今買うと 2.7 万円くらいします。一応 3000MHz で動いたんですが、ベンチしてみると若干数値が良くなるだけでした。動作も不安定になるので結局低角動作させています。普通の安いメモリーで十分だったなぁと後悔しています。ビデオカードは Gigabyte の GeForce GTX 1080です。3連ファンなのでかなり巨大です。僕は全くゲームしないので、最初は GTX 1050Ti を使っていました。もともとこのグラボはモナーコインのマイニング用に買ったものです。残念ながら仮想通貨がオワコンになってしまったので、2枚買ったうちの1枚は売却して、もう1枚をメイン PC に取り付けた感じです。将来的にはゲーム実況もしたいなと思っているので、そのうち活躍してくれることを期待しています。ストレージはサムスンの NVMe 対応の M.2SSD256GB です。組み込み向けのバルク品で保証はありません。本当は普通の自作向けを買いたかったんですが、買った当時は入手性が悪くバルク品で妥協しました。価格はほぼ一緒なので、バルク品を買う意味はほぼないと思います。動画データ保存用の 1TB のハードディスクです。2011年製でそろそろぶっ壊れそうな気がするので、近いうちにシリアル ATA の SSD に交換しようと思っています。電源はコルセアの 450W 電源です。多分コルセアの中では一番安いグレードだと思います。 450W では足りないという指摘をされまくっていますが、以前検証動画を出したように、多分 450W で足りているはずです。この電源の欠点は異音です。 Amazon のレビューにもボロクソ書かれていますが、ファンを下向きにするとガリガリ音がします。クソ電源なので絶対買わないようにしてください。まだゴリラ電源を買った方がマシです。新しく買った PC ケースはサーマルテイクのコア V21 です。以前動画にしたコア i3 のサブ PC と全く同じケースです。キューブ型ケースなので、2台積み上げて使うことができるらしいので、小スペース化のために同じものにしました。というか、違うケースを使うより同じケースの方が統一感があってかっこいいかなと思いました。このケースはマイクロ ATX 用で、普通のサイズのマザーボードは搭載できません。その分コンパクトになっているわけですが、容積的にはミドルタワーケースと同じくらいの大きさかなと思います。高さが低いので、あくまで見た目の印象ですが、非常にコンパクトに感じます。デザインもシンプルでかっこいいので、普通のタワーケースに飽きた方にはぜひおすすめしたいケースです。価格も7000円くらいなので、そこそこリーズナブルです。
映像のように4面のパネルが全部外れるのでキューブケースですが作業性は抜群です。まずは電源から取り付けます。ネジ4本で止めるだけです。ネジはケースに付属しているので別途用意する必要性はないです。取り付けスペースは非常に広いので超巨大な電源でも取り付け可能だと思います。電源の真上がマザーボードの裏側なので吸気部分を下側にします。映像には映っていませんがパネル側にフィルターがついているのでホコリの侵入はある程度防げます。次にストレージです。 3.5 インチ用が3つあります。その他にサイドパネル横に 2.5 インチ用が3つあるので合計6台のハードディスクや SSD が搭載可能です。トレイはワンタッチ式でネジ止めしなくても固定されます。 2.5 インチ SSD をつける場合はネジ止めが必要です。僕は念のためネジ止めしておきました。次にマザーボードの取り付けです。ケースに取り付ける前に CPU とメモリをつけておきます。今回はケース交換なのですでに CPU は取り付け済みです。メモリは基本的に同じ色のスロットに挿しておけば問題ありません。 M.2SSD を取り付けます。このマザーボードの前 PCIe スロットの間にあります。スロットに挿してネジ止めするだけです。ケースにマザーボードを固定します。 IO パネルのカバーを取り付けてからケースにマザボを入れてネジ止めするだけです。難しくはありません。このケースには排気ファンが付いていないので古いケースから取り外した12センチのファンを付けておきます。14センチファンも付きます。吸気用の前面ファンは巨大なのが付いています。ちなみに天面にもファンが4つ付けられるので無駄に大量のファンを付けることも可能です。ビデオカードです。よく考えたら巨大なビデオカードが取り付け可能なのか確認せずケースを買ったんですが全然余裕で取り付け可能でした。キューブ型ケースっていろいろとパーツの制約があるものですがこれは基本的に何でも付けられそうです。電源もビデオカードも巨大なもの OK です。簡易水冷のラジエーター部分も2個ファンがついた大型なものが天面につきます。ちょいでかいのが欠点ですがもしかしたら最強のキューブケースかもしれません。最後に配線して結束バンドで線をまとめておきました。4面のパネルが全部外れるのでかなり配線はしやすいです。普通のタワーケースより作業性がいいと思います。そこまでがっつり綺麗に配線したわけではないですがまあまあ綺麗に配線できたと思います。余分な線はそこに集めておきました。パネルをつけるとこんな感じです。一面だけアクリルパネルでその他はメッシュです。メッシュ構造だと冷却性能はいいんですがファンの音が漏れ出したりホコリだらけになったりとデメリットもあります。まあそこら辺は好みですね。パソコンデスクに設置しました。キューブ型ケースのメリットを生かして2段重ねにしています。下が以前動画にした第8世代 Core i3 を搭載した完全ファンレス PC で上が今回組み立てたメイン PC です。似ているんですが想定していたよりもでかいので圧迫感があるのが欠点です。下のサブ PC は左側の DIY 作業場のモニターにつながっています。ここで YouTube や Netflix などを視聴しながらものづくりしたりご飯食べたりしています。上のメイン PC は右側のパソコンデスク用です。最近はここで動画編集をしています。ぐしゃぐしゃだった配線はある程度きれいにまとめました。線は全部机の裏に落としました。コンセントも机の下に設置してここから電気を取っています。机の横はスイッチングハムと無停電電源装置 UPS とコンセントを配置しています。線が見えて汚いですが隠しすぎると抜き差しが大変なのでこれくらいにしておきました。そういえばメイン PC の USB ポートぶっ壊れてる問題ですがバラバラにして組み直したら治りました。理由は不明です。今後のメイン PC の改造計画としてはハードディスクを SSD に換装する、キューケースから移植したファンがガリガリと異音をするので新品に交換する、 CPU クーラーを簡易水冷化するを予定しています。
興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。